はいどうも、パプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。というか今回はモアイをミッドウィーク日立決戦ということで柏対浦和のマッチプレビューですね、やっていこうと思っております。よろしくお願いいたします。ということでございましてですね、まぁ、ちょっと先にお話ししておきたいのがですね、現在収録しているのが日曜日の朝でございますね。現在こう喋っているのは日曜日の朝でございます。要はこれからするお話というのは本日ですね、日曜日の夜行われる湘南浦和対湘南のゲームの、前に話しております。すみません、ちょっと僕のちょっと時間的な、都合によって収録が厳しいとね、明日以降の収録厳しいということで、ちょっと早めに湘南戦を見る前のお話となっておりますので、そこはご了承くださいということでございますね。本当そこは申し訳ないんですけどもね、という今回やっていくんですけども、裏のまあ今期のいいデータとかも紹介していこうかなという感じで、まあ、お話ししていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということで、ございましてですね、まあ、このチャンネルではですね、まあ、浦和レッズもしくは、J リーグ九州のチームを中心にお伝えしているチャンネルでございますので、よかったチャンネル登録よろしくお願いしますということでございまして、やっていきましょうかね。柏対浦和ということで、現在柏レイソル勝ち点14で、17でございますね。でこの柏レイソルのデータにおいても土曜日の、サンフレッチェ広島戦の後に、この収録しておりますので、レイソルのデータは反映されておりますということですね。直近5試合0勝1分け4敗で、対広島前回は0対1で敗れております。まあ佐々木翔選手のゴールが、決まっての、展開となりました。まあしかし、まあ結果0対1ではあるんですけれども、広島島がもうね、多分20本以上シュートを放っているんですよね。で、まあ20本以上シュートを放って1点しか取れなかった広島はどうなんだいという話は、まあ置いておいて、レイソルとしては相当90分間見ると厳しい試合展開でした。これはね、僕はちょっと広島柏の、ゲーム見ていたんですけども、まあちょっと変なミスからちょっとねピンチ招いたりとか、そういうのも何回かありましたし、ちょっと噛み合わせがうまくいっていない。そして、まあ外国人選手は、まあ、どっち選手は非常にまあいいんですけども、あんだけ取った外国人選手がんって感じで、ちょっと人数少なくねえかっていう正直話でございます。そこはどうなるかでございますね。で、まあ浦和はだからこれ湘南戦の前のデータなんですけど、勝ち点28で8位でございますね。まあ、おそらく今日の湘南戦勝っていると思いますので、勝ち点は31になっていて、順位もね何個か上がっているんじゃないかと、個人的には、期待しておりますね。で直近5試合3勝2分け0敗で、前回対戦だから名古屋グランパスになるんですけど、0対でのドローということになっておりますね。だからこれ、まあ前回対戦とか、今回湘南戦なんで、まあ1-0 2-0 3-0 ぐらい勝っているんじゃないかと、個人的には期待したと思っておりますね。でマッチプレビュー1ということで、まあ今回というか、まあ最近からなんですけども、マッチプレビューの1では、まあ、対戦相手の分析とかデータ的なところをお伝えしようと思っておりますので、やっていくんですけど、今期の、柏レイソルということでございまして、まあ、1試合平均得点が 0.8 点ということで、やっぱり得点力不足に苦しんでいるなという感じがします。で、まあ、平均失点は1.4 ということで、まあ、少し高いなという感じがしますね。でチーム得点は小屋選手が4得点ということでございますね。で、まあ、データとしては非チャンス構築率は4位ということで、まあ、これは、どれだけ1試合の中で対戦相手にチャンスを作らせなかったかという、数字でございますね。だから、まあ、この非チャンス構築率だけ見るとなかなか浦和はチャンスを作らせてもらえないのかなという感じがしてはいるんですけども、1個下非シュート成功率は19位ということで、浦和はチャンスを作ることはデータ上難しいのかもしれません。あくまでデータ上でございますけど、難しいのかもしれないですけど、いや、しかしシュートまで放てば結構レイソルは失点をしているよねということで、まあシュートの回数を増やせば、まあ決まる可能性がある単純な話ではあるんですけども、なかなかサッカーというのはそうはいかないということでございまして、まあこの浦和もですね、まあ最近1試合平均のシュート数は、まあちょっとね、この統計によってばらつきはあるんですけど、何回も何回もね、この90分間でチャンスを作っているイメージは今の浦和は正直、ないので、しかし、まあ少ないチャンスを生かしているのが浦和ということでございましてですね、まあ本当このデータ通りになる可能性があるんですけれども、しかし、まあ浦和としたらしっかりシュートまで持ち込むことによって、まあしっかり決めることができる可能性がある。で逆に言うと、まあこうやってシュート成功率が、まあレイソルは低いということを考えると、やっぱりちょっと広島戦のように変なミスが多いのかなという感じが、しております。これは僕の勝手な印象でございますけれども、しかし、まあ非シュート成功率19位のチーム相手に広島は20本シュート打って1点というのは、なかなかちょっとね、これ広島批判ではないんですけど、っていう感じがしますけどもね。はい、次マッチプレビュー2ということで、まあ苦しむ柏はしかし、そして確実に勝ちたいということでございますね。でさっきも言ったんですけど、非シュート成功率がガガってなってますけど、非シュート成功率が高い柏ということでございますね。じゃあ浦和のシュート成功率はどんなもんなんだいということでございまして、まあこれはだから
浦和のデータなんで、まあ、1ヶ月前のデータになるんですけども、シュート成功率は2位まで上がっておりますね。なかなか前半戦、まあ、3月まではなかなか、得点が奪えていなかった浦和レッズでございますけども、リーグ戦に限って言うとシュート成功率が2位でありますね。これは非常に、まあ、高い数字となっておりますね。まあ、2位ということで本当に、まあ、打てば決まるみたいな感じなんです、今の浦和は。正直ですね、前で、ゴール前のクオリティは浦和が上なのかなという感じが、しますが、しかし、まあまあ、浦和がね、このなんだろうな、綿密な攻撃のこの構築をする一方で、柏レイソルは結構フィジカル勝負でゴリ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 、来るっちゅうとこありますので、まあ、ということで言うと、やっぱりこのフィジカル勝負になった時にどう浦和が抑えるか、まあ、さっきも言いましたけど、一平篠塚選手とか、まあ、細谷選手とか、この辺本当体が強かったりとか、体を入れるのがうまかったり、そういう選手でございますので、あとクリスチャーノ選手もいますので、このゴール前での迫力っていうのは、レイソルの方がある意味では強い可能性がありますので、そこをどう抑えるかっていうのが浦和のディフェンスに一つ、鍵になってくるのかなという感じが、しておりますね。だから浦和はどうするんですかね。牧野か、牧野トーマス・デンのコンビで行くんですかね。最近の浦和レッズは、まあ、トーマス・デン選手が公式戦、スタメンで出る機会が多いで、まあ、前回90分間テン、プレーオフか、プレーオフでは90分間、プレーしておりますので、コンディション的にはまあ90分間出る、状態である、そういうことを考えると牧野トーマス・デンのコンビに、なる可能性が高いのかなという感じが、まあ、しておりますけどもね。ここはちょっと、まあ、レイソル、まあ、非常に、まあ、ゴール前迫力あるチームでございますので、そこは、しっかり抑えたいところかと思いますね。はい、で、マッチプレビューさんということで最初お伝えした、まあ、浦和の良いデータについて考えていこう、見ていこうということでございまして、まあ、さっきも言ったんですけど、シュート成功率は2位ということで、間違いないこれは、まあ、ユンカーの活躍が大きいのかなって、まあ、この、体感的にやっぱりこう1試合の中で浦和レッズ90分間の中でチャンスをバンバン作ってる、イメージはないですし、シュートもバンバン打ってる、イメージも現在、ないんですけれども、しかし、まあ、勝てている。で、しっかりそれチャンスを作って、少ないチャンスを決めきっているからこその、この数字なのかなという感じがしておりますけれどもね。で、非シュート成功率も4位ということで、まあ、浦和レッズ、このデータ、守備のところのデータも非常にいいんですよね。この1個下も書いてますけど、非攻撃回数は1位ということで、まあ、この攻撃の回数っていうのの定義が結構難しいところで、あってですね、まあ、いつも通りフットボールラボさんのデータから持ってきているんですけども、じゃあ何をもって攻撃とするかっていう、まあ、この細かいところを見ると、この説明、口で説明するのが非常に難しいということでございまして、もう単純明快に、攻撃を受けた回数は浦和は、J1 で一番少ないよっちゅう、感じで思っていただけたらと思いますね。まあ、今度いろんなデータの組み合わせでこのデータが出来合っておりますので、なかなかこれの説明って難しいんですけどもね。まあ、だから、まあ、攻撃されるもそもそも少ないですし、で攻められたとしても放たれたシュートは決まらないということで、まあ、これ何が言えるかっていうと、まあ、レイソルとは逆なんですけども、攻められたとしても相手の絶好機みたいなシーンは少ないのかなって、要はもうこう、苦し紛れのシュートだみたいな感じに追い込んでいるのかな。そこは、まあ、シュートを放たれる前の裏の相手選手と追い込み方、まあ、サイドに追いやったりとか、まあ、そこの最後の守備のところのクオリティが非常に高いのかなという感じが、しておりますので、そこは、まあ、あとだから攻撃回数が少ないということは、要は、まあ、しっかり中盤でボールを回収できているのも大きいのかなと。要は相手がチャンスを作る前にボランチとかその辺で回収できて、サイドでボール奪ってとか、ボールの回収率が非常に高いからこそ、まあ、攻撃回数が少ない、攻撃されることが少ないよねという、話なのかなっても、取ることができる。要はそれぐらいの今、チーム組織的なこの戦い方が非常にできている。まあ、攻撃オフェンスの面もそうですし、守備のとこも、こう組織的にしっかりできているからこそのこの、数字なのかなという感じが、まあ、しますけどもね。まあ、何せよですね、浦和本当今シーズンこのデータね、最初は悪かったんで、この成功率もちろんこのシュート成功率も、悪かったです。他のデータも結構悪かったんですけども、しかし、まあ、毎回一応データ見るようにしているんですけど、まあ、徐々に上がってきている。まあ、ぐんぐんっていうより、まあ、シュート成功率は結構ぐんぐん上がった感じが、するんですけれども、その他のデータに関しましても、ぐんぐん上がっている。そして、まあ、そう出してはいなかったんですけれども、現在浦和レッズはアビスパ福岡戦以降ですね、5月の頭の、アビスパ福岡戦以降10試合負けがないということでございまして、本当硬いチームになって、まあ、10試合負けがないだけで、まあ、10試合10連勝中ではもちろん、ないんですけれども、まあ、とにかく本当守備のところが安定していないと、まあ、この無敗記録というのは、続きません。守備がしっかりしていないと、まあ、2点3点取れて結局、まあ、勝てないとか、まあ、ドローにすら終わらない中心が多いと、思いますので、やっぱりこの守備の方たちの裏は今シーズン非常に、ね、安定してきた。まあ、リカルド・ロドリゲス監督、やっぱりこの攻撃の、まあ、ビルドアップのところとか、そこの構築がうまいというイメージはあるんですけども、そもそも昨シーズンの徳島も守備が硬かったというチームで、ございますので、そういうことを考えると、まあ、攻守に今浦和レッズ本当に躍動している、時期なのかなという感じがしますね。はい、まあ、とこが以上になりますね。まあ
本当にもうミッドウィークね、本当は日曜日今日の湘南戦を見た後に、あだこうだ言いながら、誰々が決めたよねとかあだこうだ言いながら、本当は話がしたかったんですけれどもね、まあ、あともう一個そう言ってなかった、もう一個言えるのはやっぱザイオン、鈴木ザイオン VS 谷との争いが見れる、まあ、このオリンピック代表候補の争いでございますけれどもね、谷 VS 鈴木ザイオンのゲームが今日見れるということでございます、まあ、水曜日、日曜日か日曜日でございますけど今日、湘南そういう意味ではちょっと楽しみになってきましたね、はい、まあ、湘南戦今日はまあこの動画関係ないんですけれどもね、まあ楽しみに、まあ今日夕方僕は試合夜か夜のゲーム待ちたいと思いますね、はい、ということで以上になりますね、以上パルブンジリグサッカーチャンネルつつんでした、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。さら。